え、どういうこと ?12 時の鐘が。え、コメントでさ、うん、なんで今日壁女なんですかみたいな、壁女なんですかって言ってる。小森さんのことですか。あ、違うわ、あの、あれだわ、俺も一瞬よぎったけど、うん、あれよね、やっぱランパート使ってるんですかっていうことっすよ。あ、そういうことか。うん、壁たくから。そういうことか。危ねえ、怒られるとこだった、うん、俺一瞬小森かなって一瞬思ったけど、うん、なんか最近いろんな人に壁って言われてますもんね。うん、あれはまあなんで言われてるかって言われたらそういうことやんな、多分。まあそういうことでしょうね。大妖怪の、うん、見ました、シュアルカップの大妖怪いたじゃないですか。おお、あの人たちからの大妖怪胸なしって言われてるっすよなんかね、結構いじられる、いじられてる気の行き見るっすけど、まさのりさんとかに結構いじられてる。ああ、そうやね、そう、まさのりさん、有坂さんもか。お、笑ってええんか笑ったかどうか分からん。あ、笑ってええことやろな。でも、いや、逆に笑わなかったら失礼まであるっす。あんたも私の思うがまま、なんか気使われてんのかなって思われちゃうじゃないですか。まあ確かにね、うん、でも実際気使ってるから笑わないみたいなところあるじゃないですか。まあそうやんな、うん、それがまだ知らない中だったら別にそのなんだろうな、いや、そんなことないっすよみたいな言うかもしれないですけどね、でもね、友達じゃないですか。確かに。うん。あ、正則さん、脅威があれなんだ。なんか、正則さん、リアルファイト強いって言ってましたからね。リアルファイト強いよ、やばいって。いや、その、なんか、肉体改造してるってことやろ。そう。あ、そっか。リアルファイト強い、ただの喧嘩しやんか。やばいやつやって。あそこに、バッテリー2本もある。まさのりさんの印象やばいことなってるよ。なんだっけ、ボクシングだかなんか総合格闘技だかなんかやってたんですよね。アッパー、あ、スクラッチ目アップ、ちょっと待って。